シャルル・アングランはフランスの画家である。新印象派の画家の一人で、1880年代、1890年代のパリの前衛画家の主要な一人であった。ノルマンディ地域圏、セーヌ・マリティーム圏のクリクト・シュルイコールウビルで学校の校長の息子に生まれた。ルーアンの美術学校で学んだ。その年母したコローの回顧展を見るために、1875年に、 パリを訪れた。初期のアングランの作品には、コローの影響があった。国立高等美術学校の入学試験に失敗した後、1882年にパリに移り住み、リセ・シャプタルで数学の教師になった。多くの前衛画家が集まったカフェ・ダテールやカフェ・ゲルボア、ル・シャノワールなどのある近くに住んだ。パリの前衛芸術家たちの交流の中に入り、ジョルジュ・スーラー、 フィンセント・ファン・ゴッフホ、ポール・シニャック、マクシミリアン・リュース、アンディード・ドモン・クロスといった画家たちと友人となった。1884年に、スーラ、シニャック、オディロン・ルドンらが設立を主導した、アンデパン・ナン・美術協会の創立メンバーに加わった。1880年代半ばからスーラ、シニャックといった、新印象派の画家と交流することによって、アングランの画風は、 新印象派のスタイルに変わっていったが、同じ点描でも原色の組み合わせではなくより中間色を使ったスタイルであった。アンデ・パンダン店に出店するほか、1891年にベルギーの二十人店に招待され出店した。1890年代初め、油絵を止め、コンテガやパステルガで農村生活や母子像を描いた時代があった。クライガは、 象徴的な効果をもたらした。その時代は、シニャックやリュス、テオファン・レセル・ベルヘといった新印象派の画家の何人かと同じように、アナキスト、ジャングラーブが出版した、レタン・ヌーボーなど、社会主義の観光物に差し絵を描いた。1896年に、ノルマンディー、ーセーヌ・マリティーム県のサンロー・ランアン港に移った。1906年頃から油絵を再び描き始めた。 第一次世界大戦の前に一年間ディエップで済んだ後、ルーアンに戻り、残りの人生でそこで暮らした。ありがとうございます。